はい、どうも、翔太郎です。はい、どうも、ロイです。はい、はい、前にメタルゾーンやった時にさ、最後にこういろんなプリアンプ的な使い方できるエフェクターめっちゃあったんじゃないかって言ったけど、なんか俺ちょっとその場のノリで逃げちゃってなんかやるかやらないかあなた次第みたいないや、編集しててその場にいて俺は感じたよ、こいつ濁したな、すげえ突っ込んでくるじゃんと思って、もう言われれば言われるほど俺逃げてるなってなって、はい、だから全部自腹で買いました。自腹で追加でガッツリここら辺買って、もうやりますよ。わかりましたよ。そうでしょ、そりゃあんだけ偉そうなこと言っといてね、俺がやらないのはおかしいよ。そうだよ、ね、ね、やってないしもんね、みんな。逆にメタルゾーンをプリアンプ的に使うのはもう結構巷で有名だから、いろんな人がやってんの。ですね。でも他の人、他のことやってないから、それもやりますよね。意外と需要あるんじゃないですか、知らないけどじゃあ今回紹介したいものなんですけど、ね、ベリンガーのウルトラメタル UM300 って言うんだけど、はいはい、これさ、ベリンガーは俺たちが本当にバンド始めたての頃にすげえ流行ったんだけど、そう、簡単に言うとね、このメーカーは結構ボスのエフェクターを結構コピーしてる、回路をそのまま移植してみたいなのが多くて、いわゆる中国メーカーがそういうのやってるんだけど、うんうん、それの走りです、はい、で、まあ、ドイツのメーカーではあるんだけど、そう、それでドイツのメーカー、そうそうドイツに本社あって、今はね、なんかシンセとかやってんだよね。へー、あと今もう個体は出してるでしょ。でね、個体一応出してるけど結構ラインナップ減ってる。あ、そうなの。昔ほんとボスのね、細かいところまでなんか、そう、ボスのエクストーションとかわかる？うんうん、はいはいはい、あれのコピーまであったんだよ、エクスディストーションみたいな。はい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 、それがあるくらい、なんかボスのペダルをすごい忠実にコピーしてる。だってなんか壁一面、楽器屋の壁一面になんかずらっと、そうかかってたイメージで、すごいのが今でも値段変わってないの。3000何百円ぐらい、安いね。高くて4000円ぐらい、安いっすね。めっちゃ安い。そう、それでこいつはそのコピーモデルの中でも、はい、前回やったメタルゾーンのコピーですということで、そう、それで、まあ、ちょっと今回こいつをね、やっていきたいですね。これ LED がオレンジだから、多分その初期型って俺たちが高校生の時言ってたようなタイプじゃなくて、多分後期型っていうか、ちょっと最近まで言ってたモデルじゃないかなとは思う。そう、LED がオレンジになるんよ。はぁ、そうそう、っていうのがね、マニアックでしょ、マニアックでしょ、これで、さらに、今回ですね、俺がね、昔から3、4年以上前から使ってたやつで、普通に音いいじゃんっていうんで俺は結構好きでした、これも同じベリンガーです。ベリンガーのちょっとね、見た目変わってるけど、ギター GDI21 っていうやつで、で、これ何かっていうと、実はね、ベース版の方が有名かもしれない、うん、このシルバーのベースバージョンのプリアンプっていうのが、3000円4000円で買えるプリアンプ、ベースプリだからっていうんで結構有名だったと思う。で、それもサンズアンプのね、ベースのサンズアンプのモデリングなわけよ。でね、初期型のベースのサンズアンプと同じような音が出るっていう感じだったんだけど、こっちはそのギター版のサンズアンプっていうか、ギター版にサンズアンプなんてあったんだって思う人、俺もその一人だね、結構いるんだけど、いや実は有名なんですよ、結構結構。そう、このなんていうの、トレブルとベースしか設定はないんだけど、アンプっていうのがカリフォルニアブリティッシュツイードっていうので、そうそうそう、メサブギー、マーシャル、フェンダーっていう、この3つの音が出せる。で、さらにモッドっていうので、ホット、ハイゲイン、クリーンっていうので、こうさらにこうゲインの調節ができる。で、さらにマイクって言って、オフアクシスとセンター、クルー、まあ、クラシックっていうので、マイキングをした時の音を再現するっていう、はいはい、で、これもかなり古く、多分1980から90年代に出てるやつなんだけど、で、だからライン取り、ここにさ、マイクの、そうそうそう、マイクのこう DI みたく使える、そう、バランスアウトって書いてある、バランスアウトってのがあって、つまりこれダイレクトレコーディング用だったのよ、昔は。
昔はダイレクトで、はあ、アナログのアンプシミュレーターってことだよ。今もうデジタルのアンプシミュレーターが主流なんだけど、当時出た子はアナログのギターアンプシミュレーターの走りです。まあ、ただ正直そのアナログのアンプシミュレーターって音そんな良くないって言うとあれなんだけど、なんかね、あのリアルじゃない、うん、ラインの音なわけ完全に。そうだね、昔、うん、結構そこはね、うん、ね、結構音が良くないっていうのは言われてて、ね、そう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 。で、こういうアンプシミュレーター系のはこの80年代くらいがあったのよ。やっぱノイズの問題とかもあるし、こうマイクね、セッティングしたりとかアンプを用意するっていうのも大変だから、もっと手軽にできないかっていうんで、80年代くらいがそれは多分考えられてた。で、アナログのアンプシミュレーターちょっと微妙だよなって流れになってる中で、ライン6のポットっていうのが、いわゆる赤豆ですよっていうのが出てきて、デジタルのアンプシミュレーターの時代になって、あれが世界ガラッと変えたんだよね、ギターのアンプシミュレーターね。今例えばあれあれ、アックス、アックス FX 系とか、ああいうデジタルのアンプシミュレーターだ、ズームもそうだしムーアーもそうだしね、そうそう、そこら辺の全部の走りになったのが、まあ、ライン6だね。ライン6のポットってやつなんだけど、まあ、それのこう一個前のアンプシミュレーターなんですよね。じゃあなんでこんなん今更売られてんの感あるじゃん。なんだけど、実はこれ俺ジャズコのリターンとかにつないで使うとめちゃめちゃ音いいわけ。普通にめちゃめちゃ使えた。うん、これジャズコの音じゃねえなっていう。まあ、ただクリーンとか切り替えができないから。まあ、そうだよ。そう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 。まあだから歪みしか使わない現場でしか使わないみたいな。ちょっと使える場所は限定されてたんだけど、まあそれかこうボリュームペダル持ってきてちょっと下げるとかね。まあ前段でボリューム下げてクランチにするとか、それはやってたけど、普通に使えたなっていう印象、これは。うん。俺は大好きなエフェクターです、これ。だから絶対音いいんじゃないかなっていう気持ちで来てます。ね。これあれだね。この間のパワースタックと同じだね。この流れ。皆さん知ってますかね、これね。MXR。MXR は多分知ってると思う。エフェクター界隈でもめちゃめちゃ有名。そうそう。なんて言えばいいんだろうね、MXR ってさ、メーカーを一言で言うと、アメリカ版ボスみたいな。ダイナコンプとか、あとはまあベースで言うとプリが ね、 そうだね、 M80、 もうあれはもうベース界の鉄板の、サンズアンプか MXR かって言われるくらいめっちゃいいやつで、でもギターの歪みのラインナップもめちゃめちゃ多いのよね。多いね。ほんと追い切れない、追い切れないくらい本当に多くて、で、全部こういう見た目だからさ、わかんねえのよ確かにちょっと色が違うだけでさ、黄色いのか赤いのか青いのか、なんかそれくらいしかよくわかんなくて、そう、追い切れないんだけど、ラインナップの異常な多さから俺はアメリカ版ボスだと思ってんだけど、うんうんうん、ね、ボス、日本版のボスも、日本製のボスもさ、めちゃめちゃ多いわけじゃん、ラインナップが。で、そんな中でこの出てるフルボアメタルってのが本当にメタルサウンドを意識したディストーションで、スクープっていうのとゲートっていうのがある。このボタンでね、ボタンで、上のボタンで、ちっちゃいボタンでスクープとゲートっていうのがあって、まあ、スクープっていうのにするともう超ドンシャリ、究極のドンシャリみたいなのにしたり、こうゲートっていうので、もうだからもうノイズが出るのは当たり前か、もう原因量がまず半端ないから、まあ、だからこうノイズが出るの前提でもノイズゲートも搭載されてますよっていうのと、あとはそうね、それ以外の部分で言えばメタルゾーンと本当に似てる。トレブル、ミドル、ローで、で、ミドルのフレキシフリーケンシーがあって、そうそうそう。でね、俺ね、弾いた時にやっぱ思ったのは、本当ドンシャリメタル、うん、超ドンシャリメタル、音抜けとかそういうの関係ない、うん、もう一人で聴いてて死ぬほど気持ちいい。はあ、ジャズコを、何、ジャズコのスピーカー破壊するような低音ぶっ壊していく感じ。ほんとメタルゾーンより振り切ってる音だよ、出音としては。うん、かなりいっちゃってる。やっぱアメリカ製だからさ、まあアメリカやっちゃうよみたいな俺たち行けるとこまでやっちゃうよみたいなさ、とこあるじゃん、アメリカ製品。まあね、そうそうそう、なんか実用的な範囲で攻めてくれない俺たちの技術さ、俺たちの技術力でどこまでいけるかみたいな、そういうとこあるから、ちょっと調整難しいと思うけどね、いい音にしていきたいな、していきたいなっていう感じですね。はい。で、さらに今回ロイヒーから、
はい、これいいんじゃないってこう急に LINE で送られてきた大本命ではあるんだけど。大本命なの？大本命というか、なんか絶対言おうとするっしょみたいなさ感じで、俺も確かにそう言われたらそうかもしれんなって思うし、うん、ね、まあ、中華ペダルからの資格ということで、はい、はい、常用のウージーっていうね、プリアンプです、これは。モデルとしては、常用ってのもね、ベリンガーの後くらいに出てきたね、コピーメーカーだね。もう、常用もすごい流行ったね、ベリンガーにないラインナップというか、そのアメリカとかの有名なペダルを結構真似したのが多くて、サーのライオットディストーションとか、OCD とか、そうそうそう、あそこら辺をかなりの歪みとか、そこら辺を結構、こう、まあ、コピーした、パクった。で、有名というか、うん、それ結構使ってる人多かったの、当時。で、それがなんか、第4世代らしいです。常用第4世代として。何それ？わからん。俺がその知ってるペダルは第1世代らしいんだけど、Amazon の説明には、来ました、常用第4世代って書いてあって。知らんがな。第2と第3知らんがなと思いながら。でも、フリードマンのそうだよね。なんか BEOD だっけ？あ、有名な、超有名なフリードマンの。フリードマンが出してる、オーバードライブのエフェクターよね。そう。プリアンプの。あれ。あれを、まあ今回パクりました。パクらせていただきましたということで、まあめちゃめちゃいい音が出るんじゃないかっていうのでね、ちょっとこれ5000円だったんだよね、新品。しかも新品で。そう。今回これ唯一新品で買ってね、あとは中古で買ったんだけど。相当っすよ。相当音良くないとちょっとこれは裏切りなんじゃないっていうね。そう。で、Amazon のレビューめちゃめちゃいいよね。めっちゃ良かった。うん。みんなちょっとこの5000円でこの音はやばいって感動してる節があるんで、うん、ちょっとどうなんかなと、うん。ね。いいとこ見せてくれよっていう感じで。ちょっと待って、ちょっとこれね。ちょっとこれごめん、まだ、ちょっとまだ これ使うか確定じゃないんだけど、ズームの G1 をまた今日も持ってきました。前回 TS 系をね、やった時にこれはもう TS じゃないな。これちょっと違うよねって話は なったんだけど、ここに入ってるエフェクトではちょっとまたメタルゾーンが入ってるわけですよ。ここに、ここに。で、ちょっとごめん、ちゃんとまだ確認してないからもしかしたら使わないかもしれないんだけど、メタルゾーンともし同じ EQ のさ、ね、フリーケンシーとかミッドとか、そういうのがあれば、これもやっぱ、そうさ、いや、もうアンプシミュレーター入ってるじゃんみたいな話なんだけど、このアンプシミュレーター使えばいいじゃんって話なんで、ちょっとそれはまた別の機会にします。別の機会にさせてください、これは。ほんとだよ。ほんとだよ。こいつはなんか毎回活躍させたいんだよね。いや、単体で使えば、いつも通りの使い方をすれば、めちゃくちゃ使えるのに、なんでそういう風な、なんかね、変化球をもそう、これにメタルゾーンが入ってるんで、ちょっとそれでちょっと やれますか。どうですか。できなくてもいいです。普段普通に使い方を間違ってる人だから。それってそれは普通に使わないやつが、うん、なんか好き勝手やってすげえやっぱちげえなみたいな、そんなのたまったもんじゃないよ。ふざけんなよ。ほんとごめんね、いつも。ほんとにいつもごめんね。お前のこと大好きだからね、いっぱい使ってあげたいという気持ちがあってやらせていただいてますよ。そんな感じで、まあ今回はまあこの6台、まあないし7台でちょっとやっていきたいなと思うんで、まあちょっと今回もですね、ジャズコとマーシャルを用意しました。で、ちょっとマイクの取り方を変えました。Zoom の Q2N っていうね、こうレコーダー代わりのちょっと高音質のやつで、で、オフマイク気味でちょっと撮ってます。なので、こうなるべくみんなの耳に聞いた音に近づけたいなっていうのがあって、ちょっといろいろ試行錯誤をしてるんだけど、今回ちょっとこれでやらせてください。はい、そんな感じでね、またレスポールとね、俺今回レスポール持ってきた。ギブソンの、ギブソンのなんだっけ、ゴシック2、ギブソンのゴシック2っていうねやつを持ってきました。EMG の乗ってるね、レスポールなんで、まあ普通のレスポールの音は出ないんだけど、ちょっと歪みがメタル系、メタル色強めだから、ちょっとメタル系に強いギターを持ってこようってんで、すごい久しぶりに出しました。ね、で、それがまあちょっとこれがちょっとハムバッカーの音ということで、で、また今回ロイヒーに、フェンダーメキシコのストラトを借りて新
たやっていきたいと思います。ね、これいい音だよね、本当に。俺やっぱフロントの音すごい好きなんだけど、あやっぱなんか一番フェンダーらしいというか、ストラトらしい音っていうか、これあれだよ、俺が初めてギターを買ったギターだからね。あ、そうなの。そうだよ、中学2年とかで、へーずっとですね。じゃあ相当鳴らしてるよね。鳴らしてると思う。うんうんうん、相当鳴ってるってことだよね。いや、いい音だもん。 OK、じゃあそんな感じでちょっとやっていきましょう。はい、はい、じゃあ今回優勝のするペダルはどれか皆さんの中でもちょっと予想してみてください。ちょっと俺もまだ音全く聞いてないから難しい。俺はちょっとさっきも言ったけど、サンズアンプのパワーを信じてみたい。ベリンガーの GDI21 の音をちょっと信じてみたい。はい、うん、どうすかロイヒーは。まあちょっと気になってる。あー、常用、やっぱ常用のウージーは。そうっすね、気になるよね。これは気になるね、まあ、頭角をちょっと表してほしいなと。そうだね、わかりました。じゃあちょっとそんな感じで早速やっていきますか。はいはい、じゃあさね、タイムスタンプが、多分あると思うので、それでね自分の見たいところどんどんパンパッパンって飛ばしていただければいいと思います。はい、ね、はい、でも結論に行きたい人はもう結論バーンと言ってくださいそんな感じでね、まあ俺たちも好きに音出してますんで、まあゆったり聞いてもらえればなと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。いい。